今回はなかなかお腹がへこまない方、呼吸が浅い方、猫背な方、足が細くならない、すべて原因は首にあるんです。そこを今回改善して、首から体のラインを理想の体型に変えていくストレッチを紹介していきます。今回たったの10秒、首、背中、胸、この3箇所をたった10秒ずつストレッチを行っていきます。今回の動画を最後まで見ることで、お腹が出てしまう原因、足が細くならない原因、呼吸が深くならずに、呼吸が浅くてストレスをためやすい姿勢、そういったことが改善されていきます。動画を最後まで見て一緒に頑張っていきましょう。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、首をメインとしたストレッチを行っていくんですけども、実は足が細くならない、お腹が出てしまう、猫背になってしまう、反り腰になってしまう、ほとんど首から原因が来てます。現代人はパソコンをしたりスマホを見たり、上を向くことよりも下を向くことの時間の方が必ず増えてます。そこで実は首が硬くなってしまって、首のラインが前に出てしまって、体のラインがおかしくなってしまうということになってます。それを今回は簡単に改善していきます。用意していただきたいものは、でん、タオルを1本用意してください。できれば今のうち用意しておいてください。今すぐタオルないよって方は、タオルなしでもできますが、首のストレッチはタオルが必ず必要です。タオルがなければ、T シャツ丸めても OK です。一緒に首をこのように直していきましょう。首が前に出てしまうとどうなるのか。首が前に出ることによって、前体重になってしまって、前ももが張り出してしまう。前体重になることでお尻が後ろに出て、お尻の力が抜けてしまって、腰が反れる。首が前に出ることで、背中が丸まって、肺が広がりにくく、呼吸が広がりにくくなって、猫背になってしまう。そこの根本が実は首に来てます。頭というのは皆さんご存知の通り、すごく重たいです。腹筋やプランクしたら首が痛い。そういった方も多いと思います。頭って重たいんです。この頭が通常の位置ではなく前に出ているってことは、すごくね、肩にも背中にも体のラインにすごい負担がかかってるんです。ここの根本を今回改善していきます。それでは紹介します。このタオルを首にかけます。そして、脇に挟みます。ちょっときつめ。下向いてちょっときつめに、脇にしっかり挟んでください。この脇を挟んだまま、とにかく上を向いて、脇の挟んでるタオルが伸びないように、しっかり首で下に押さえる感じで、ぐーっと首は上、タオルは下です。これをまず10秒間一緒にやっていきましょう。タオルがないよって方は、ちょっと手で顎をね、上げてください。ですが、タオルがある方が確実に効果的ですから、後日タオルを使ってまたやってください。タオルがある方、一緒にやりましょう。きつめに挟んで、上向いて10秒です。いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。OK。今ので首のラインがすごい楽になったの感じませんか？どうですか？さっきまでこうなってたのに、今は割と自然に首が通常の位置にいると思います。次に肩甲骨と胸です。胸のストレッチなんですけど、やはり猫背になっている方は肺が広がりにくくなってて、深呼吸をした時に少しでも肩がね、キュッて上がっちゃう方は、肺が広がりにくくなって、大胸筋、小胸筋が硬くなっている証拠です。そこを今から伸ばしていきましょう。うつ伏せでやっていきます。うつ伏せの状態で、手はこのようにします。そしたら、
右側を浮かせたら、右足を後ろに持っていきます。これで左の胸を伸ばします。反対も一緒です。反対の手を浮かせたら、足を浮かせて、右側を伸ばします。これで胸のストレッチをやっていきましょう。10秒間ですので、5回ほど左右やっていきます。リラックスしてやっていきましょう。それではいきます。1。しっかり伸ばして。2。はじめは少しずつで OK です。3。胸の筋肉が伸びてるでしょうか。4。足は遠くまで。ラスト5。OK です。今のだけでも少しここが伸びて呼吸がしやすいと思います。深呼吸してみてください。さっきよりも肩がね、上がらなければしっかり伸びてます。肺が広がりやすくなっていればよく伸びてます。最後、肩甲骨です。上向いて寝っ転がります。そしたら、腰の位置にタオルを置きます。お尻を上げます。下からタオルを狭く持ちます。このような感じです。そしたらタオルを横に引っ張りながら、お尻を上げながら、肩甲骨をしっかりね、肩甲骨を寄せてください。これで10秒キープです。しっかり肩甲骨を寄せて、お腹を高く上げて、タオルを横に引っ張っておきます。10秒間息を吐き続けてください。しっかり寄せた状態からスタートです。それではいきます。3、2、1、GO! 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。OK! 今ので首、胸、肩甲骨がストレッチされました。ですので、上半身が今とてもいい姿勢にできていると思います。首だけでも正直すごい違うと思います。やる前やった後、できれば画像に残せる方はね、画像に残したらよくわかると思います。全然違うと思います。首の出具合、肩の広がり具合、呼吸の入り具合っていうのが変わります。これをしっかりやっていくことで、下半身のラインも変わっていきます。例えば前傾姿勢の方は、やはり前ももが張ってしまって、スクワットとかしたら前ももが筋肉質になって、足が細くならない。ですが後ろ重心になるとお尻に力が入って、もも裏に力が入って、前ももが休まる。そういった方がスクワットすると前ももに力が入りすぎず足が細くなりやすい。そういったこともあります。そして体のラインが前から後ろに行くとお尻を締めやすくなるので、自然とお腹がね、へこみやすくなります。そういったメリットもありますので、いつもトレーニングばっかり考えている方も、実はストレッチを考えて体のラインの根本から改善してもらうと効果がより出やすいです。ぜひ動画を何度も見ながらやってみてください。今回は首、胸、肩甲骨のストレッチとして体のラインを改善する方法でした。頑張った方、勉強になった方、よかったらグッドボタン、コメントよろしくお願いします。各種 SNS も行ってます。説明欄にリンク貼ってますので、SNS のフォロー、動画のシェアよろしくお願いいたします。今回もご視聴ありがとうございました。